皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、6676メルコの動画解説をしたいと思います。この銘柄4月25日場が引けた後ですね、決算の発表しまして、内容が良かったものですから、翌日の26日にはですね、出来高を伴って大きく反転をしてきております。で、4月15日のこう高値をですね、一挙抜けてきておりますね。で、その後27日、28日はですね、ちょっと横ばいしておりますけども、三角持ち合い、もしくはまあ上値遊びの、ね、動きになっているかと思われます。で、基準線からですね、この28日のまあ終わり近辺の間ですね、まあ、この辺りは基本的に買い目線でね、行かれるといいんではないかなと思われます。まあ、上値遊びからのブレイク狙いということになりますね。で、目先はですね、この3月31日の2781円ですね、2781円という高値ありますけども、抜けてくるとですね、まずはこの3月のちょうど地震の後のこの窓埋めですね、窓埋めまでの戻りで、そこを抜けてくるとですね、3000円という金額の締めから2月22日の高値3330円というのがありますので、この3000円からですね、3300円近辺までをね、目指していく可能性が高いのではないかなと思われます。まあ、最初はこの窓埋めから3000近辺がですね、最初のターゲットになるかと思われます。で、この横ばいからですね、順調に抜けてくればね、問題ありませんけれども、今度は転換線を割ってくるとですね、ちょっと警戒になりますね。せっかくこの大陽線のこの半値近辺がちょっと転換線になりますので、こう下回ってくるとまあちょっと弱いかなというイメージになりますね。で、またこの3月15日とですね、4月26日のこの安値を結んだトレンドラインですね、このトレンドラインを下回ってくるようだとですね、ちょっと撤退をね、考える必要が出てくるかと思われます。まあ、せっかくのこの陽線がね、これトレンドライン割ってくるとですね、全部否定される形になりますので、こうトレンドライン割ってくるともう撤退をね、考える必要が出てくるかと思われます。では以上でメルコの動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。